はい、皆さんこんにちは、コンプリートできないシリーズ第2弾でお送りしておりますけども、ね、このコーヒーね、ルーツアロマステージ&コーヒーのキャンペーンでついております、ルパンとコナンのコラボ映画のね、まあ、キャンペーンでついてますこのおまけですけど、今日ね、最終回は、第5回にして6番目のアイちゃんということで、いきなしねこのシリーズ1のルパンがゲットできなかったんで、まあ中途半端に終わってますけど、最後はアイちゃんが最後になります。それじゃあ早速ねこのカプセル開けてみたいと思います。はい、じゃあねいつもの通りこの底のね台紙を取ったら、ね、はい、入っております。冊子ね、全6種類の冊子、今日はねこの一番端っこのアイちゃんね、ちょっとちっちゃくて見にくいかもしれませんけど、アイちゃんご紹介したいと思います。はい、それじゃあね、このボールチェーンのアイちゃん、どんな感じでしょうか。おー、アイちゃん、アイちゃん来ました、アイちゃん。はい、じゃあこれね、早速ねアップで見てみましょう。はい、アイちゃんねこんな感じです。結構アイちゃんのこれクオリティいいんじゃないですか。うん、ちょっとね幼いよりちょっと大人っぽく見える感じのアイちゃんにも見えなくはないですけどね。はい、後ろはこんな感じでアイちゃん、はい、結構いい感じに仕上がってるんではないでしょうか。これアイちゃんねショートパンツ履いてるんで、これね何も見えません、何も見えません。はい、ということでこんな感じで、まあ結構ねアイちゃん可愛いですよね。はい、ということでね、コンプリートできないシリーズ第2弾ということで、このね缶コーヒールーツアロマステージ&コーヒーの、まあ、おまけでついてた、ルパンとね、コナンの映画ねコラボ映画のキャンペーン、最後はねこのアイちゃんが締めくくりでした。ねもう本当にコンビニにね残り少ないんで、興味ある方は急いで行ってみてください。ただしねルパンはね大人気だったんでね、もうないかもしれません。でもねゲットできたらもうあなたはラッキーです。はい、ということで、アイちゃんご紹介しました。それじゃあまた。